ょっとテロップ打つのが遅くてね申し訳ありませんそれじゃあちょっと台本を読みながらやっていきますねよろしくお願いします。あ、キャッチフレーズをやっとこうかな。最初にあなたのハートにミヤビーム、ミヤビームって呼んでください。長野みやびです、よろしくお願いします。明日よろしくということで読んでいきますね。はいはいあ、HKT48 5期研究生の長野みやびです。はい、ということでオープニングトークありましてからの番組説明、ショールーム説明ですじゃあちょっと軽くお話ししましょうビビアンさんから回していただきました。ふうもありがとう楽しんでいきましょう、嬉しいです。明日よろしく回ってきて楽しみましょうねゆうさんありがとう、ゆきかずひろもハートありがとう慣れてるよね。明日よろしくは2回目です。そう2回目、ちょっと緊張しちゃう。私がね、次は誰に回すかとかも予想しながら見てくださいコメントたくさん待ってます。ということで番組説明をしますね。この番組は AKB48 グループのメンバーが月曜日から金曜日までリレー形式で個人配信を行います。毎回配信の最後でメンバー自らが次回担当してほしいメンバーに電話をして出演オファーをし、そこでトークテーマまで発表しますでショールーム説明もします。アイテムを投げたりコメントを書き込むためには無料のアカウント登録が必要なのでぜひ登録してください。無料の星ギフトはログインしたり各番組を一定時間視聴したりするともらうことができます。はいさらに画面左下にあるツイッターマークをクリックしてこの番組の宣伝をツイッター上に拡散すると番組中1回だけもらえちゃいます。ぜひ拡散してゲットしてください。それでは現在のユーザーランキングトップ5を確認しましょう、ということで確認しまーすトップ5は5位、ジャガさん、4位ケンゴロウさん、3位ジュースさん。今日誕生日、ハッピーバースデイトゥーユー、ハッピーバースデイトゥーユー、ハッピーバースデイディアジュさん、ハッピーバースデイトゥーユーそして2位はミャオイさん、1位はマリコ様ですおめでとうです、よろしくお願いします。前回の配信者の方についてトーク、はい、でトークテーマ、あ違う、そのビビアンさんについてですね。そうそう、ビビアンさんはとは同い年なんですよ私そう同い年で、成人式もう2年前ぐらいですかに一緒にしましたねすごい本当に綺麗で、ビビアンさんもうすごいね、見とれちゃうんですよお会いした時とかに。なんか本当にシンデレラなんていないっていうカップリング曲があるんですけど、私も参加してるやつです。歌割りが一緒で、2人なんですね、ビビアンさんと私の2人の歌割りがあって、2人だけのそこの部分で目合わせたりしてくれるのがすごく嬉しくてあとすごいね、いい匂いするんですよビビアンさん。本当にファッションセンスとかもとても好きだし、そうっていう感じですね。もうなんかちょっと憧れというか、そのセンスとかも本当に
あ、なんかその服いいなって思ったりするのがなんかドンピシャというかタイプがそうなんですよ。そう、同い年、そうそう、22歳そうなんです。で、話しかけてくださったりもするし、そう、とてもね、いいです。あ、あとヨカヨカっていうのがありまして、昔 HKT にちょっと今はなくなっちゃったんですけど、そこで一緒に配信したこともありますそうカズーさん、マイドーさん、ありがとう。ゆきみやびちゃんの好きな香りは、私はでも本当にそのまたビビアンさんの話なんですけど、本当に香りが好きで、なんだろうな、私の好きな香りはなんかシャンプー系とかそういうのが好きですね。爽やかな甘い感じもあるけどさっぱりみたいなのが好きですマインドさん、ありがとう。くまちゃんふふ、香水ラッシュ使ってるイメージ、ビビアンさん、おしゃれね。そう、すごい本当におしゃれなんですよ。だから本当にちょっと洋服こう完全にじゃないけど真似したいなみたいなのも思ったりしてますマイケルさん、ありがとう。星星サティさんも、くまちゃん、ありがとう。くまちゃん、それじゃあ、トークテーマをね、ビビアンさんからいただいてたので、それについて話していこうと思います。お水飲みますね。ちょっと画面から消えます。トークテーマは、はい、来年の抱負について、あ、じゃあ来年の私の抱負と、今月の29日に脳内パラダイス公演を1年ぶりくらいにやるんですけど、それについてお話ししていこうと思います。イエーイ楽しんでいきましょ う、 そう、約、まあ、9ヶ月ぶりなんですけど、本当に1年ぶりくらいの、ね、5期生全員での脳内パラダイス公演ということで、そうイエーイイエーイイエーイ、あ、ギットもありがとう。テンさん、ありがとうございます。プッチュさんもありがとう。イズチヨさんありがとう。サティさん、ともちゃんさん、ありがとう、ありがとうございます。長持ちさんありがとう。ユウさんもありがとうそう、じゃあまずは来年の抱負からじゃなくて、ノーパラについて話しましょうか先なのでね、そっちの方が、ノーパラについてはもうあと今日でちょうど1週間後にあるんですよ。だからまあ5期生全員でできるっていうのも本当にもうありがたい機会をいただいたし、なんだろうな、楓がね来年の1月に卒業してしちゃうんですけど、一緒に出れる公演でもあるのですごく楽しみだし、まあ緊張はしちゃうんですけどでも本当に楽しみたいなっていう気持ちが強いです。でも楓は最後になっちゃうのかな。そうね、だから、まあ、5期生全員でできるっていうのも本当にそういう面では嬉しいしそう、ぜひね皆さんも私が何のユニットに出るかとか想像していただければで、どの子がどのユニットなんだろうとか、うんですね、ノーパラは本当に、そうですね、なんて言うんだろうななんて言うんだろう、すごくこう自分自身を成長させてくれたものでもあるのでほね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 かな、どうなんだろうもうねリハーサルはしましたね、1回だけ。
すごい緊張というか、はあ、この感じ懐かしいっていうのがありました、リハーサル。でもネギ持つんでしょ、どうかな、どうかな。嬉しいよね。私はねノーパラだと特に花と地霊が好きで、そう、そこのなんて言うんだろう、アンコールをいただいたらできるんですけど、そう、やっぱりなんだろうね、アンコール明けの1曲目ってすごく大切じゃないですか、特に。だからすごく力を入れたいし、まあ約1年ぶりなんで、1年後の私のノーパラでどれだけ成長してるかっていうのも皆さんに見てほしいなっていうのはあります。そう、成長のね、1年後の私はどれだけ成長してるのかとかも、そう、これも来年の抱負にかかってくるんですけど、私の来年の抱負は去年も同じだったかもしれないんですけど、まあ、なんだろうな、精進です。もう精進あるのみということで、やっぱり休養いただいたりして出遅れちゃった部分も少なからずあると思うので、まあそこをもう超えれるように精進していきたいなっていうふうにも来年思います。そうですね、まずは、まあ、自分の中での目標は何個かあるんですけど、そう、それも達成できるように、あとはなんだろうな、こう活動再開してからまだ、まあ、まだというか少し経ってないので、少ししかこうもっとたくさんの人に見てもらえるようにもしたいし、こう外部のお仕事とかもやりたいなっていうふうに思います。だからそうですね、前の HKT の周年の特集本みたいなのがあるんですけど、そう、それでもインタビューで答えたみたいにグラビアの仕事もやりたいなって思ってますし、こう外にどんどん自分をが出ていけたらなっていうふうに思います。すごいカンペかなみたいな、こんな感じです。ダンスも成長したいし、どんどんパフォーマンスでも好きになってほしいし、そうという感じです。精進あるのみ、そう、活動が、活動の幅が広がるのを目標の一つとしてね、精進していこうと思います。ワイドさんありがとう、箱サットさんも雪ありがとう、ともちゃんさんもありがとう、マインドさんかわいいありがとう、マリーナさん推しありがとう、レインメーカーさんも、プッチョさん、テンさんありがとう、ハコ、イナチオさんかわいいありがとう、まあ、またありがとう、ファイト頑張ります、レゴハートありがとう、マインドさんもありがとう、ジュンちゃんさんファイトありがとう。やる気満々、そうですよ。やる気しかないです。そう、これからの活動すごく楽しみにしてる、楽しみにしてて。AT ラクさんありがとう、くまちゃん、時間大丈夫かな、次の方への、あ、でも15分か、あと、そうです、ちょっと今台本を見てます、ちょっと待ってね、まだかな、20時頃になったら次の方へ
連絡したいと思います。それまではフリートークとか、さっきのねトークテーマのノーパラについてとか抱負とかについて話していけたらなって思います。よろしくね。お水飲みます。ノーパラ楽しみだね。楽しみイエロー公演見たけど、うん、努力してるから大丈夫だと思う。いやー、ありがとう。ノーパラの思い出ってどんなのがある？ノーパラの思い出はもうなんだろうな、最初の方というか、まあ今もなんですけど、ダンスはもうすごく苦手な方で、だからダンスの先生に最初本当に初日とかは、私くるくるパーっていうユニットやったんですけど、そこで見せるしかないねんみたいなことをね言われて、それがなんかすごい心に響きましたねもうなんだろうね、そう、そういうのもありますし、そうだな、ノーパラの思い出か。そう、衣装もね変わったんですよ、1年前ぐらいのから。そう、あと曲振り、クリスマスのそう、それもね、 MC とかもそこですごくさせていただいたし、もうなんだろうな、いろんなことを経験できたと思います、ノーパラでは思うなの。ルチオさんファイト、ありがとう。もうすぐクリスマスだねがリアルにまあでもね、今回は誰が何をやるのかがまだ分かりませんからねもう全然楽しみにしててくださいよそうですね、曲振りがあれか、もうクリスマス後なので、公演の日程が29日だから、すごい自然にですね、なりますね。確かに確かにイエロー公演の感想は、イエロー公演はなんだろうな、人数がまあ7人ですごいもう少ない公演っていうのは初めてやるし、こう先輩方と公演に曲を続けて出るっていうのが、なんだろうな、周年とかそういうコンサートとか以外ではしたことなかったので、すごくそこも新鮮だったし、先輩と話せるきっかけにもなったし、うん、すごく楽しかったです。またやりたいなっていう気持ちはありますけど、でもねまあそうですね、またしたいな。すごい楽しかった、本当に先輩と話せたっていうのが、私がなんだろうそうね、人見知りだからすごく話せなかったんですけど、話しかけてもくださったし、あとそこで話せるようになって、こうちゃん付けとかだったのが呼び捨てで呼ばれるようになったのとかがすごく嬉しかった舞の最近ありがとうよかった、みんな最高の先輩、ほんとそう、呼び捨て嬉しい、わかる、わかります、やっぱり嬉しいんですよ。こう下の名前で呼ばれるのがもともと好きで、そう、呼び捨てファンタジーねそう好きだから、すごい嬉しいですよね皆さんありがとう、ペンライト大丈夫かな、まだ50分全然大丈夫ですね。なんかちょっと時間がね、どう大丈夫かなっていうのが、うん、あ、ちょっと台本チェックしてます、すみません、事前に読んでましたよ、でもちょっと間違えたら怖いなってあってチェックしてます
そう、いいよね先輩方。リコさんのアリガビームは新鮮だったね。アリガビームね、あ、ちょっと使ってないですね、そういえば。台本通りじゃなくてええんやでって。本当大丈夫かな。でも次はね、もうこれからは電話をかけるだけというか、なので時間さえ守れば、お相手にはね、次の相手には20時頃かけるっていう連絡はもうしてるので、確認取ってからまたかけますね。井上さんありがとう、くまちゃん。ね、楽しいですねやっぱり公演って。楽しみだな、ノーパラ。ノーパラやってから次の次の日ハウステンボスもあって、すごく良くないですか。年越し一緒にできちゃうし。どうなったかな次は。どうなったでしょう。いやーでもいいですね、ノーパラ。もうフィッティングとかもね終わって、あとは本番とかリハ待つのみなのでね。そう、あ、そうだ、あとこの明日よろしく終わった後、個人でのルームもやりますね。ルームでの配信もやるので、少しよかったら来てください。そう、個人でのもやります。タイトさん、あ、たくさんありがとう。だるまちゃん、だるま、だるま畑や、はい、お願いします。終わってからすぐにやろうかなと思ってるので、ぜひそこでもお話ししましょう、たくさん。ちょっと私はね今なんかかしこまりすぎちゃってるかもしれないので、ゆるくね台本なしのお話していきましょう。新幹線、あ、そうそうそう、新幹線にメンバーの顔がプリントされてるんですよ。すごくないですか。マイトさんありがとう。焼きガニの人ですか。そうです、焼肉の方の人です。かわいい、ありがとう。伊達千代さん、そう、新幹線にメンバー全員の HKT のメンバー全員の顔がプリントされてるんですよ、号車ごとに。すごすぎる、ありがとうございます。本当、私は3号車にいます。3号車みやびだけにね。ちょっとみやびだけにかなって思っちゃった。3両目、3号車。タイトさん、おしゃありがとう。欲しい。前夜すごい、本当ですよね、本当にすごい。3号車にゴーゴー、ぜひ乗ってください。乗って公園に来てください。すごいですよね、まさか思ってなかったです、人生の中で新幹線にプリントを、うん、される日が来るなんてね、すごい、すごい、もう本当になんかすごすぎてすごいしか言えないんですけど、乗りたい、乗って。確かに関東でも走ってくれないかなって。あー、多分どうでも関東行ってくれたら嬉しいな。JR 九州さんすごいね、すごいよね。写真はまだ撮ってないです、見に行けてない。見たいよね、でもちょっとなんか恥ずかしいな。自分のねものと一緒に撮るのって恥ずかしい。すごいよね本当。
56分、全然大丈夫。博多から鹿児島中央、おお、そうなのね。ちょっと電車あんまり詳しくなくてすみませんすごい、でも結構な距離じゃないですかね。ぜひ博多にお越しください。それに乗って本人いたらにだみされるね。ノーパラの思い出の曲ありますか？ノーパラの思い出の曲は、そうですね、10周年の公演で転校生、気になる転校生とクリスマスがいっぱいをやってやらせていただいたので、それもすごいね、記憶に新しいし。思い出か、でも難しいな。メドレーですかね。私アンコール明けがすごい好きなんですよなんかね、花と散れが本当に好きで、すごいかっこいい登場じゃないですか、アンコール明けからので、メドレーっていうのがね、すごいこうね、気合が入るというか、私の体調好きありがとう。もうくるくるパンもねすごく好きですでもペガサスとかも初めて披露した時はもう心臓バクバクでしたねね、メドレーは本当に8分間ぐらいですか、あれ踊り続けるのでそのもう体力ね結構いっ削られるんですけど、すごい楽しいです。転がる石になれとかもううわーってなりますよね。メドレー疲れそうリコピさんから習おう習っちゃうぞ。電話、電話まだですね。あと2分ペガサスかっこよかった。本当、ユニット2回転してた時期が結構まああってうわーかっこ語彙力語彙力はねちょっと消え去ってしまってそれじゃあ大丈夫かな、もう59分なのでちょっとお相手に確認を取ります。水飲んでから誰だろうな。ちょっと LINE で聞きますね。返事待ち中。お、既読。ドキドキ。誰だろう、誰だろう。大丈夫だよって。いやー、電話緊張しちゃうな。嬉しい。それじゃあ、20時ちょうど。ありがとう。じゃあ、かけます。ちょっと、落ち着かせて。かけますね。もしもし、もしもし、スピーカーにして大丈夫？うん、大丈夫だよ。じゃあします。あ、スピーカーオンにしました。じゃあ自己紹介を HKT48 動き研究生の田中伊織です。イエーイ、いおりです。イエーイ、イエーイいや電話緊張しちゃう。緊張同じこと言って同じこと言っていや緊張するよね、初めてじゃない、いおりと電話するのって。ねえ、何で電話するのって初めてだよね。うん、
張しちゃう。なあ、きゅうりちゃん、そう、きゅうりちゃんですよ。です。今日食べた？きゅうり。今日はね、きゅうりね、うん、あ、あとから食べます。すいません。あ、よかったよかった、じゃあ食べてもらって。じゃああ、台本も読むね。大丈夫かな、なんか聞き逃したことないかな。あ、トークテーマをね決めようと。そうそう、じゃあ何にしようかな、うん、なんだ、私のトークテーマが、うん、来年の抱負とノーパラについてだった。うんうん、じゃあ2個あってもいい？うん、うん、いいよ。じゃあやっぱり聞きたいと思うのでノーパラについて、うん、と、うん、そうだな、私の、うん、第一印象と今、うん、聞きたい。オッケーオッケー。あ、あともう一つ、ごめん、三つに、みやびだけに3個で、あ、オッケー、みやびだもんね。そう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 。やっぱり、うん、な、そうだな、どうしよう、迷っちゃうな。うん、まだ変わる？いや、なんかイエローについてっていうのも、うんうん、コメントであって、抱負も聞きたいな、みたいなのも思っちゃう。いや、なの聞く？どっちがいい？あ、どっちがいい、え、ちょっと選んでくださいよ。じゃあ、あ、じゃあ皆さんどっちですか、宿題。まあ、欲張りなので。どうしようかな。キュウリについてって研究かな。黄色、やっぱりイエロー。あ、じゃあイエロー終わってからまあ。イエロー始まってからでもそのどういう印象だったかとか感想とか、まあイエローについての思い出でお願いします。 OK です。はい、じゃあじゃあ明日よろしく、いいかな。はい。ありがとう。ありがとう。じゃあ明日よろしくね。うん、お願いします。はい、じゃあね。はい、ありがとう。ありがとう。というわけでした。いおりです。明日の明日よろしくは田中いおりちゃんです。イエーイ。同期のいおりです。そう、きゅうりちゃん、やったね。ちょっと緊張しちゃったな。そう、いおりについての印象、いおりは本当にすごく好きなんです。ビジュアルも。すごい目すごい開いていっちゃって今。前野さんありがとう、くまちゃん、タイトさんもパチパチありがとう、ジュースさん、アートありがとう、ネイメーカーさんも、テムくんありがとう、ともちゃんさんありがとう、さとさんありがとう、ともちゃんさんもありがとう、音符お前野さんありがとう、くまちゃん、うちよさんもありがとう、お疲れ。緊張感が違うのかな、やっぱりね、緊張感あるね。ね、こういう本格的な配信はね、ちょっと緊張で口が乾いてしまう。ね、でも自分的にはそんなに今回は緊張せずに配信できたんじゃないかなって思います。どうでしたか皆さん、楽しんでもらえました？ナイトさん、はい、ありがとう、ナイトさん疲れ、ありがとう、ET6さんもありがとう、
メンライト長持ちさんありがとう。タイトさん、サイくんありがとう。カバーくんさんありがとう。音符よかったです。楽しいしかない。本当このあと長野みやびでのルームでも配信するので話しましょう。ということで明日よろしく、担当させていただきました。皆さん、長内さんありがとう。HKT48 5期研究生の長野みやびでした。ありがとうございます。それじゃあ次の明日よろしくもお楽しみに。ま、忘れてた ランキングを読みます。すみません。5位の方からですね。5位は姉子です。4位はサティさん、3位はイズチヨさん、2位はタイトさんで、1位はドゥ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 バンマイドースさんでした。おめでとうございます。長野みやびのにしてくれてるアバターパチ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 、おめでとう。南城に上がってる皆さんもね、見てくれて皆さんもありがとうございました。楽しかった。それじゃあこれで正式に終わりということで、明日よろしくありがとうございました。本当に。またね、次のお楽しみに。